ます。おはようございます。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あらら。なんとアフレコ収録のためにやってきたヒナリア役の高橋理恵さんが登場。数々の人気アニメのメインキャラクターを演じる人気声優さん。はい、ね、ヒナリアの声やらせてもらってます、高橋理恵です。よろしくお願いします。本物じゃん。本物。そうなんですよ。すみません、ちょっと無礼かもしれない、無礼なこと言っちゃうかもしれない。いやいや、すみません。ねえねえ、ヒナリアのセリフなんか言ってよ。失礼だぞ、お前やめろよ。そうだな、そういうの一番良くないんだからね。すいません、一言だけいいですか。一言だけ。ファンに向けてですよ。ゼノマルに対してじゃなく、ファンに向けて。働いたら負けだと思ってる。今から働くのに。いいですね。今から働くのに。この矛盾がね、この矛盾がいいですよね。はい、やっぱり本物は違う。ねえねえ、アフレコしてるとこ見ててもいい？見学しててもいいって、ここの中はダメですよ。みんなさん出てもらって、他のね音が入っちゃダメですからね。そうですね。じゃあヒナリア風に追い出してくれたら出てこよう。わかりました、お前ら出てけ。あ、いいですね。カメラ衛星的な態度すごい恥ずかしい。やりづらいですよね。ということで、今回はブースの外からアフレコの様子を見学させていただくことに。わあ、楽しみだな、ワクワク。では参ります。新しいゲームどこだよ。ヒナ課金しすぎてお金ないから、ちょっとハックするぐらいなら。ヒュー、厳重なセキュリティだけど余裕余裕。おお、すごい、さすがだね。アフレコお疲れ様。お疲れ様でした。無事に終わりました。そしてここからはゼノマルが人気声優高橋理恵さんに突撃インタビュー。よっしゃ、売れっ子声優さんの素顔とかアニメの話いろいろ聞いちゃうからね。まずは高橋さんのこと、僕はなんて呼べばいいかな。リエリーって呼ばれてます。リエリーって呼んでください。いいの？じゃあ早速リエリーに最初の質問。リエリーがお仕事するときにいつも持ち歩いてるものとかってあるの？これちょっと私のお仕事セットといいますか、収録の時に結構持ってきていて、いろいろな共演するキャストさんの声とかを耳に返してもらうことがあったりするので、そういう時はこのお気に入りのイヤホン使ったりとか、ここにかかってるようなこういうヘッドホンもあるんですよ。こういう風にこうやってつけるのもあるんですけど、なんだか音が塞ぎ込んじゃって私はちょっと苦手だったりするので、こうやってかけるだけの、こういうので皆さんの声を聞きながら自分の発した音も聞こえるっていう感じで、お気に入りのイヤホンでお芝居してます。あとは鼻炎なので点鼻薬使ったりとか、喉飴持ってたりリップ塗ったりとかっていうので、声優お仕事道具です。へえ、リエリーは仕事熱心なんだね。リエリーは仕事するんです。そんな仕事熱心な方が嬉しいです。リエリーインタビューありがとう。じゃあ最後はヒナリアっぽい一言で締めてもらおうかな。別に見ても見なくてもいいけどかな。見ても見なくても別に気にしない方のひなちゃん、ちょっとねこれがねまた色とかが変わってくると、ひなちゃんちゃんと見てって言うかもしれないんですけど、それはゲームの中の方で楽しんでいただいて、はい、ありがとうございます。